やっと FC の詳細が来ました。本日眠いですけれども頑張って解説していこうと思います。2022年11月1日火曜日、新ファンクラブ開設。20年間皆様にお楽しみいただいているファンクラブサービスエグザイルタルブファミリーが新たな形で生まれ変わります。とより深くコミュニケーションが取れるようにグループごと個別ファンクラブサービスとして運営してまいります。はい、わかりました。エグザイルタルブファミリーサービス期間について、現ファンクラブエグザイルトライブファミリーのサービス提供は2024年1月31日をもって終了します。来年の1月末有効期限の方までは継続手続きができ、2024年1月31日まで、その音絶対入ってるからね。ちなみにごめん、どうぞ食べて大丈夫です。1月31日まで継続してお楽しみいただけます。新しいファンクラブに入会を希望される場合は新たな入会手続きが必要となります。自動引き継ぎはありません。別なんだ一応。そう、別になるっていうことで、継続年数、会員年数がゼロになるのが嫌だっていう声がめちゃくちゃあったんですけど、その声を採用して、これまでの会員番号と会員歴は新たにオープンする EXILE TRIBE FAMILY ID に引き継ぐことができます。そりゃそうだよね。うちらの声が反映されました。ファンクラブ加入したタイミングによって違うってこと？そうだよ。あ、じゃあそういうことか。9月末と10月末の人何が違うのこれ？元々このファンクラブが新しくなるっていう話が出てたわけじゃん。今年の9月とか10月有効期限が切れる人は延長するかどうか迷ってる人もいたよね、多分。うん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 。で、延長してなかった人でも11月30までにやれば継続会員ですよっていう意味だと思う。うん、じゃあ今有効期限切れの人でも大丈夫ってことか。9月末でも10月末でも、ただ俺はなぜその2つ図が必要だったのかっていうのはわからないかなっていう。1個でいいんじゃないとは思う。結局言ってること同じだから。ただね、我々はいつでした？6月。ふざけんなって話なんですよ。これ一番損してんの8月とか。この情報を知る前に有効期限を継続した人、後ほどそれ読んで。2023年2月末から、ああなるほどね、だから有効期限長くしたんだ。再来年の1月末まで、うん、新ファンクラブへ有効期限翌月末までに入会予定ですか？はい、引き継ぎ可能。じゃあ急いで、別にやんなくても大丈夫ですよってことね。キラーね、引き継げますよってこと、ね、まだ有効期限あるから。エグザイルトライブファミリーとの連携について、新しい8つのファンクラブはエグザイルトライブファミリー ID を発行のご利用が可能となります。 ID を発行する。次、チケット選考について、ご入会のアーティストのチケット一次選考抽選予約を実施、さらに新たなエグザイルトライブ FC 選考枠をご用意。3代目に入ります。一次選考は3代目。現エグザイルトライブファミリー。ただしサイキックフィーバー以外。二次選考。いずれかの個別ファンクラブご入会で、全アーティストのチケット選考に申し込み可能。なるほど。3代目のファンクラブに入ってエグザイルのライブのチケットを取りたい場合は、二次選考に応募することができるっていうことですね。すなわち、はい、ファンクラブ1個でも入っていれば、はい、入ってない人よりも優先的なところは得られるよってことでしょ。次、はい、会費のとこ来ましたよ。入会金1000円税込みプラス年会費4000円税込み。入会金は1つのファンクラブだけで OK、 2つ目以降はかからない。入会金無料キャンペーン実施中。2024年2月29までに新規でご入会だろう。ご入会金無料、まあ、じゃあ実質4000円。入会金とか当然あるのは分かるし、4000円っていうのは別に全然いいと思うんだけど、その今回その元々残っちゃってるファンクラブってさ、何に使えるのって話じゃん。新しいファンクラブに入ります、じゃあ前のファンクラブって何かやってくれんのって言ったら何もやってくれないでしょ。新しいファンクラブが始動してんのよ、21月から。前のファンクラブってある必要ないじゃん。俺的にはさ、もうそこは月割りでお金返してくれよってめっちゃ思ってる。入会特典出た、あのヘッポコ入会特典継続特典か。それぞれのファンクラブでオリジナルの特典を用意。長期継続特典、5年、10年、15年。コンテンツ、ムービー、ウォールペーパー、待ち受け画像のことですね。ポイントステージ、ファンクラブ内でポイントを貯めることができる。
1日1回のアクセスや CD 購入、ライブ会場など様々な場面でポイントを貯めることができます。ポイントを貯めると特典をゲットすることができる。メール、メールマガジン、バースデーメール、グリーティングメール、エグザイルトライブマガジン、インタビューを中心とした内容を随時更新、プレゼント&インビテーション、プレゼント企画や番組閲覧の招待、不定期で実施スペシャル、ライブやリリースなど連携した企画、チェックイン、CD、映像、ライブ、来場、履歴などマイページにアイコンを記録することができる。そんな目立った変わり映えはないね、これまでと。ポイントぐらいじゃない？一回みんなの声を聞いてみる。うん。何それ、みんなの反応、反応を。みんなの声。すごい、EXILE トレンドに上がってんじゃん。有効期限についてみんななんか。今の10月と9月の人はお得じゃんね。次のさ、継続手続きしなくてもさ、新しい会員に入れるわけでしょ。だったら次の入会金はタダにすべきと俺は思う。一個だけ選んでタダにすべきで、有効期限に関しては今の有効期限をそのまま適用するっていうのが当たり前じゃない。なんで同時に2個走らせる必要があるんですかってこと。だからこれパッと見全体の発表だとなんかそんなに変わり映えないから、そのあれだね、グループごとのグループごとに何を打ち出してくるかによる。今はみんなその有効期限についてなんか混乱してる感じ。悪いんかめちゃくちゃ問い合わせ来てそうだな。まあ当選率上げたいなら2つ入るべきっていうことね。ぶっちゃけそのポイント制度もそうだけど、うん、やっぱりポイントちょっと正直だるいと思った。とにかく得点が欲しい。例えば、うん、100ポイント貯まったらガンちゃんのサイン入り、まあ言い過ぎだけど、もしかして広告収益取ろうとしてる何広告収益って。そのなんか1日1回アクセスさせるっていうのがちょっと気になった。私、ああ絶対あるでしょ。絶対広告収益じゃない、うん、なんかありそう。当たり前だってメリットないと別にね、そんなアクセスさせる必要ないやん。それは別に俺ビジネスとしては全然ありやと思う。うーん、まあいいけど。あ、見て兼任メンバー。あ、見た。何これ、エグザイル兼任メンバーの各種特典コンテンツにつきました以下の通りとさせていただきますって。じゃない、ない、ね、エグザイル入ってもナオトのあれは出てこないってこと。そういうこと。だってなおさら3代目だけでよくなると。7人もいるけど大丈夫。まあということで会費は変わらず今と言ったからには、ちゃんともうちょっと近づけるようなイベントを用意してほしいけどね。そうだね、グループごとに何をキャラクター出してやってくるかがめちゃくちゃ大事じゃないか。グループごとにしたってことはそんだけプレッシャーもかかるよね、アーティストにも。求められるよマジで。うん。リルリーグは入ってないんだけど、デビューしてない。リルリーグまだない。デビューはしてないんだっけ。いや、この間デビューしたんや。だけどファンクラブはまだ立ち上げてないんだ。まだみたいだね。いずれできるだろうけど。アーティスト側はめちゃくちゃ分けたかったらしい。オミがこの間言ってたけど、それはあれだと思うよ。分けることによってグループごとのその頑張り意欲が出てくる。具体的に数字が見たいのかなって。 EXILE これぐらい、3代目これぐらい。競争させなきゃいけないっていう風な意識を持ってるじゃん、オミは。あ、ジュニエグね、うん、言ってた。 EXILE 同士でやっぱ競争していかなきゃいけないっていう中で、自分たちのファンを増やすっていうのが本当にもう目で見て分かるようになったわけで、それが本当にやる気にもつながるし、お金にもつながる。こういう制度は非常にいいと思うし、ジェネとかすごいイベントとかやりそうだ。てかリュウジとかオミのソロのやつはどうなの。書いてないけど。確かに何も書いてないけど。それって一応ファンクラブ入ってた、今撮れてたの優先で。うん、そんなこと考えなくていいもんね、今のって。別に全部応募できるから。劇団エグザルだって応募できるし。うちらはどうしたらいいの。だからまだやんなくていい。うん、けどやろうよ。また4000払うってこと。払うよ。こないだ払ったばっかりなんやけど。まあ無駄に払うっちゃ払うんだけどまあでもそれはいいじゃん。何かしらイベントやってくれるでしょ。だって始動するんでしょ11月から。3代目は今年お休みなのであの人たち2020年、ね、活動する気ないの。あ、そうだ、11月10日になんか発表するんだでしょ。3代目は3代目で。そういうのもあるはずだから。そうだ、まあ、入っとけばいいじゃん。10日に3代目の発表があって、2日にエグザイルセカンドの発表があって。4000円なんて安いもんよらしいです。ということで終わります。